今回は心のバリアフリーとは何か、そして心のバリアフリー実践のポイントや取り組みの事例をご紹介させていただきます。誰もが平等に社会参加して様々な活動を楽しめる街づくりに欠かせないのが心のバリアフリー。これこそが共に支え合う共生社会を実現させるための第一歩です。ぜひ皆さん見てください。